ラジオエジです。2月22日水曜日20時14分を回りました。ラジオエジの夜トレミニはえ始めていきたいと思います。この夜トレミニ、当日の終値に基づく日経平均の売買シグナル、日本株個別銘柄の買いシグナル、売りシグナル、店頭銘柄をお伝えする動画です。 また皆様からのお便り、紹介、えー、そしてご質問、ご相談へのご回答もお届けします。明日に向けての投資のヒントとして、ぜひご,ご活用ください。<laughs> まだ慣れてる <laughs>。ということで今日もね、えー、やっていきたいと思いますが、まずは、まずは、売買シグナルからね、行きましょう。2月22日、えー、今日の終値に基づく売買シグナルを公表してまいります。えー まず日経平均の、えー、とか CFD などの終値に、今日の終値に基づく売買シグナルラインなんですが、買いシグナルラインが26,300円、売りシグナルラインは28,600円で変わらず、今日は買い売りともにシグナル値に変化ありませんでした。参考にしてください。ということで、今日シグナル値に変化ありませんでした。 えー、シグナル値こことここなんでね、えー、28,600と300なんで、まあちょっと今日下がってまいりましたが、えー、それでもまだね、えー、シグナル値には間が、距離がありますので、慌ててエントリーされないように皆さんお気をつけください。まだまだ遠いですよ。売買シグナル、買いシグナルにはね、まだまだ遠いです。どこから入れるのか、どこからだったら入っていいのかっていうことになりますと、 パネルを出してくれ。パネルを出してくれ。パネルで見ていかないとわからないんですが、パネルで2万、今7100円で終わったんだけど、2万6900円まで下がれば、まだ3だからね、2万6900まで下がってもね、買えない。で2万6700、200円刻みで下げていきますが、 ここで4.58だから26,600円今日の終値、ね、の段階で26,600円だったら帰りがマイナス帰りがマイナス5.235を超えてくるから26,600円ぐらいから下だったら買っていいんじゃないかなっていう値になってきますけどね、えー、でも26,300まで下げれば一番いいので ここまで待っててくださいっていうことです。で、売りの方は28,600なんだけど、まあこれはちょっとね、今、相場が下に動き始めたから、まあだいぶ遠いよねっていうことで、これはまあ、あまりしばらくは参考にならないのかなってここでね、やっぱり2万6,000円近辺で買いを検討ができる状況に入ってきつつあるんじゃないかなと思います。 で、あの、買いが検討できるところに来たらえ、僕はいつも言いますよね。ここは勇気を持って買え。ここは勇気を持って買えやかましいか。って言うから、だからそこで勇気を持って買ってほしい。で、勇気を持って買った瞬間に、下がるっていうのが <laughs>、ある。<laughs> あるけど、勇気を持って買ってほしいな。 と思うわけよ。それが言えるのは、だけど、やっぱりシグナル出てからだから。シグナル出るといいんだけどね。今まで何にもなかったから。ここはシグナル出たけどね。でも、ここ、このシグナルの出方は非常にね、面倒なシグナルの出方で、買い、シグナルが出てから、買い入ってから、さらに下げていくっていいやらしい、いやらしい出方だからね。では、買って、買って、難品して、買って持ってて、 で、えー、上がってくる時期があるわけだから、理覚はできたと思いますけどね。多分まあ、やり方によるけどね。だから、今回も、まあ、この後下げてくれば、買いが検討できるんですが、どうなるかなーっていう、そんな状況です。買いシグナルの出た個別銘柄ですが、日本株個別銘柄ある式買いシグナル点灯銘柄2130メンバーズ えー、6200、インソース。5727、東方チタニウム。3660、アイスタイル回。4967、小林製薬いあ、それで今日、タイトルコールやってないね。タイトルコールやってない。小林製薬で思い出した。えー、今日のテーマですが。東証4967、小林製薬い東証4967、小林製薬い ちゃんとタイトルコールやらないとダメだね <laughs>。えー、なんだけど、まあこれ今、今日一番下にね、小林製薬出てるんだけど、まあ一番、でも、これらの銘柄の中では、一番チャートがしっかりしているような気がするんだよね。そう、っと回シグナル銘柄見ていきますけどね。回、えー、シグナル銘柄ですが、メンバーズがこんな下がってて、メンバーズ、すごいね、これね。下げが、下げが半端ない。 この下落。200MA が垂れ下がっていて、で、どんどん下に向いている形になっているから、あんまりチャートは良くないメンバーズ。2130。この銘柄は、利回りは2.17%。PER は21.6倍ということで、企業サイトのデザイン制作 などっていうことだから、マーケティングデジタル人材派遣もやってる。っていうことなので、まあ、えー、ウェブサイトを作成しているような、えー、会社かなと思いますけどね、えー。下方修正を2月2日の決算で発表して、その後から、えー、下がり始めて、えー、2月2日の決算からどん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 下がっていって、最初はちょっと反発したんだけど、ダメで。 まあだから、ウェブ作成の会社ってことなんですけどね。まあウェブの作成は、一昔前は良かったっていうか、昔ホリエモンが始めたライブドアっていう会社も最初はウェブ作成をやってたと思うんですけど、その頃はウェブ作成儲かったんだよね。ウェブの、ウェブサイトを作るっていうビジネスはね、儲かったんだよね。その頃は、だってまだ珍しかったから、で今はウェブサイト作成は、 大体みんなやる人は自分でやっちゃうんじゃねえの <laughs> ね。で、ま、ちょっと前までは、ウェブサイトを作ったけど、携帯に対応できてないから、その携帯対応をやってくださいみたいな仕事もあったけど、それも今はね、もう自動的に、えー、携帯も対応するサイトができちゃうような、えー、そういうソフトが売られてるから、から僕も自分でサイトは作りますけど、 そういうマルチプラットフォームっていうのかなあの、対応がね、普通の携帯で見ても、えー、PC で見てもね、ちゃんと見れるようなサイトを作るっていうのは、個人的にやれちゃうぐらいにソフトが発達してるからね。まあそういう中でいろいろやってるんでしょうけど、あんまりビジネスとしてはちょっと旨みがないような気がしますけどね、メンバーズ。インソースも結構下がってます。東方チタニウムもね、結構下がっていて、 えー、もうだいぶ、この2000円近づいてるんだけどね。東方チタニウムは業績がちょっと悪いっていうことで。でも、かなり寝頃感は出てきているような。週足こんなんで、めちゃくちゃ化けたわけですよね。1000円ぐらいから3倍ぐらいになったんだけど、それで今、3分の2ぐらいまで落ちてきた。っていうことで、これはまあ、チタニウムは、 希少金属ですかね。で、足りないっていうことがあっての特殊な、まあ今の状況の中で上がってきてたんですけど、そのね、業、え、績、ー、が少し、だから需要がちょっと落ちてきてるのかなっていう感じですけど、ただまあここを見るとわかるけど、大体いいこの辺から毎回跳ねてるんだよね。で、ね、これ冷やしだけどね。だその意味では結構いいとこ来てるはいいとこ来てるんだけどね。 買うのには勇気がいるけどね。これ勇気持って買えとか僕言わない。言わない言わないのはい。あんまりこれ分からない、分からないんでね。ちょっと弱い、弱な含みだから。だから、まあ、でも、確かに、えー、反発しそうな場所まで来ていることは確かだけどね。東北地帯よで、小林薬はこんな感じで、小林薬ね。 でこれは結構安いところにやっぱり来てるのではないかなと思いますけどね、えー。最近の動きで言えばもうちょい下なんでね、サポートラインが7700円ぐらいなんでね。だからここら辺まで待った方がいいのかもしれないけれどもね、今から日経平均が下げていくようなことがあれば、特に、とは思いますけど、だいぶ下げてきてるから今日は小林役をね、タイトルにしたんだけど、 どうでしょうかね小林製薬4967、4967、小林政府。小林製薬,、えー、薬は、配当利回りは1.13倍、PER は30.7倍。今期経常利益、えー、6%減益という発表が14日にあった後から下げている。ということで、まあ、この減益がね、えー、まあ悪い材料として、ただ、配当は、 85円から90円に増額していくということで、配当は増えていってるんだよね。それも、まあでも配当利回りが大したことないから、それがそんなには効かないかもしれないけど、方向剤採用手、家庭用品、家庭用品製造販売、医薬品、医療機器、健康食品も展開しているということで、多角的に ヘルスケア的なビジネスだったりをやっている小林製薬。結構下げてきてますけどね。で、今日の段階では結構カチッとこう下、えーし、下に、下に髭が伸びてるから、RSI がまだ25の下に両方入ってるから、これが上がってこないと浮上しないんで、まだもう1日2日は下で 5円 a をね、抜けないんだよ。RSI が25の下にある場合は。もうあと1日2日、下に来るかもしれないから、明日休みだから、えー、金曜日、月曜日ぐらい、まだ下げるかもしれないけど、そろそろどうですかっていうね。で、前回下げたところからは、1回上がってから、ダブル底的に1回下げてから、わっと結構上がってるんで、1000円ぐらい上がってるから、今回も、まあ、8000、7700円ぐらいのところから、 8700円ぐらいまで1000円ぐらいは取れるかもしれないなっていうチャートになってんじゃないかなと思う。でも、あ、そう、これね、えー、うちの動画、えー、予想はね、テクニカル的なよくある動きの提示に過ぎないんで、動画の情報を鵜呑みにせず、えー、よく調べよく考えて、ご自身の責任のもとで売買を行ってくださいね。ということなんですけど、 小林成功いいんじゃないかなってちょっと思うんだけどね。次は、売り銘柄です。テレレレ、テレレレ、テレレレレレレ、売り銘柄。あのね、今、音楽作り始めてて、え、ちょっとこう、大写しにすると映るんじゃないか。あ、ここね。ここにほら。今、あの、新鮮で、ワオンワオンって音が出てますけど、 音楽作り始めてて、で、今ね、ちょっと画面が見えないけど、えっと、音楽制作ソフトが立ち上がっていて、ここにキーボードをね、出していて、で、これ結構61件のキーボードなんですけど、それで音を鳴らしてみて、いろいろ試作して、試作始め、始めてる。音楽のね、試作って試しに作るっていう、試作を始めてる。今日なんか髪の毛変だよね。えいけっと、やってるんで、 でこのこういう時にね、なんか売り銘柄の紹介の前にちょっと音楽入れたりとかしたいと思ってるんですけどね、またやめろって言われるかな。<laughs> それやると <laughs>。音楽はやめてくれとか言われるかもしれないけどね。で、今日売りシグナルは、えー、9401TBS、えー、6 4 5 7グローリー8524北洋銀行、9 4 0 9テレ朝9404日テレ、以上。 あ今日9銘柄に売りシグナルが出ているんですが、上位5銘柄がいいかのい以上の通りということで出てます。で、この動画ではね、えー、ツイッターでは文字制限があったんで5銘柄だけ出しましたけど、まあせっかく見ていただいてるんでね、1、2、3、4、5銘柄。アサヒグループも売りシグナル、低陣、闘争、全国交渉も売りシグナルということでね、売りシグナル名柄全部紹介します。いいえね。 だから、こんな感じで出てきます。えー、えー、TBS もグローリーも、ね、上の方の銘柄連続で売りシグナル出て、さらに上がってるっていうことで、北洋銀行もそうですけどね、売りシグナル出た後で、さらに上がってるじゃないかって、ね。売りシグナル当てにならないじゃないか。<laughs> 売りシグナル当てにならないじゃないか。クレームじいさんがね、言ってるんですけどね。 クレーム爺さんの声の時に笑っちゃいけないね。<laughs> クレーム出してんだから。ね、で、あの、こなにそういえばね、クレームじいさんの声で歌を歌ってくれっていうリクエストがありましたけど、多分ね、これ歌を歌ってもね、音程が一定になっちゃうんじゃないかなと思うんだよね。歌ってみますか。えー。Good morning to all. <laughs> どうなった <laughs> ちょっとわかんない自分で今、グッドモーニング i n g to All という歌を歌いましたよね。これは日本でハッピーバースデートゥ a y to You という歌になっているんですけど、もともとはえ学校でグッドモーニング i n g to All 皆さんおはようということで歌われていた歌らしいですね。だったらったったったってですね。あれは確か著作権がね、切れてるんだけどね、下手に歌うとうるさいんだよね。どっかが著作権持ってるとか言って、主張してきて、 えー、あの、えー、なんていうかな、えー、とコンテンツ ID に引っかかってでうるさい、ね、あんまりし,しっかり歌っちゃうと、えー、著作権に引っかかるんでねあんまり歌えないんですけどねだから今わざと「えー、Good Morning to All」って歌ったんですけどね,ねああのいつもの歌詞普通にあの有名な歌詞あの歌詞で歌うと 多分怒られるって。<laughs> 怒られるから、コンテンツ ID って著作権に引っかかる。だから、これね、こんな感じだからね。ただね、ここまでの流れとか見ると、まあこんなもんじゃねえのかなと思うんですけどね。まあ、北洋銀行。まあでも銀行は今ね、結構化けてるからな。で、ここへ来てテレビ朝とか日本テレビがすごい強いんだけど、特にテレビ朝日の方は非常に高いところに来ていて、これはもうね、でチャートはそんなに強くないから、 まあこれは、売りが検討できるんじゃないかなぁと思うんでね。えー、テレビ朝日、どうですかねこれ。え9409、ー、9409、9 9 b えー、これ、信用の売りができますね。それで、えー、場合です。特別カラー売り量なし、逆秘分もついてないし、特別カラー売り量もついてないから、えー、信用の改ざんがやや多い。 っていう感じで、えー、信用倍率1.92倍っていうことでね、出てますから、まあ、売れなくはない感じの、えー、データだと思いますよ。低朝ね。なこと言うともう、いきなり明日売り上に入る人が明後日ってか、いるかもしれないけど、ほんと気をつけてね、売りは怖いから。だけど、かなり売りたいというか、売りができそうな、 チャートですけどね。空売りから入れそうな。まあ、できれば今日の5場ぐらいに入っておくと良かったかもしれないぐらいの感じだけどね。で、もう一発売れるぐらいに用意しておいて、値、ね、動き的にはこれ、えー、最近のところで180円くらい動いてるから、この後50円くらい上来たらもう一発売ってやるぜ、みたいな感じで、無期限信用とか使ってやっていけば、いいんじゃないかなぁと思うんでね。 あ無期限信用はこれ使えないかもしれないね。ちょっと今、えー、楽天証券のサイトを見ると、無期限信用は使えませんって書いてある。一般信、うんと、制度信用しか使えないみたいだね。って書いてあるけど。そうだね。無期限信用には、ちょっと、楽天証券の場合はダメみたいですね。今、楽天証券のデータを見てますけどね。まあ、そんな感じで、これなんかは結構いいチャートかなと思うんでね。 売りにね、ついて。4 0 4二の闘争もね、これも結構、あ、それで、えっと、日テレ9404。これは、えー、基本データはどうかなと思うんだけど、えー、日テレは、利回りが3.26もあって、PR が8 8零割安だから、そういうところから見ると、まあ、割安感、経常利益は22%減益で、 着地しましたっていうことで、まあ、業績悪かったんですけど、それで上がってるのは、なんでやねん。なんでやねん。えっとね、これは外、外資規制の法令改正に対して、民法、どういうこと <laughs>、えー、日本民法放送連盟は、放送分野における外資規制等にかかる法令改正に対し、意見を総務省に提出した。ということで、 えー、どういうことちょっと僕には理解できない。<laughs> ちょっと今理解できないんだけど。要するに何か有利な方向に行くんじゃないかっていうことですかね。だからテレビが、テレビ業界が有利な方向に動くかもしれないっていうことなんですよね。また、ちょっとわかんないから、また時間あったら調べておきますけど、昨日も言ったみたいにこういうところはさ、えー、ぜひ皆様、えー、ラジオエジアの手下になっていただいって、<laughs> 手下。 で、えー、調べていただいてね、教えてもらえると嬉しいけどね。危ないなと思えるかもしれないし、思うかもしれないし。だからそういうの調べてからやった方がいいんだよね。だテレアサなんかは、まあ、そういう意味では、えー、結構、えーえー、あテレえ日、ー、テレが、日テレがだから3.26、テレアサの方もちょっと9 9、9409のテレアサの方がもう、二回り2.7倍で、あ、71%で、テレアサね、 利回り2.71%。今僕テレアサと似てると混同しましたよね。確か。多分ね。テレアで、チャートに適してる、売りが適してる方がこっち。テレビア日の方がぶっ飛んでるから。で、これの、えー、これの利回りが2.71倍で PR8.8 倍だから。まあ、割と割安で、利回りもいいということで。で、経、経常利益とか決算は悪いんだけど、その今の外資規制への法令改正に対して、えー、何か、 意見を出したってことで、業界に追い風が吹いているってことですよね。上がってるってことですけど、チャート的にはテレ朝と日テレで見たら、テレ朝の方が売りには適している感じです。ということで、えー、今日もね、結構長く20分もかけて解説しておりますけどあ、ごめんなさい、これね。20分もかけて解説しておりますけれども、えー、売りシグナルこんな感じでした。さて、 えー、メール紹介に行きたいと思います。えー、昨日ね、紹介できなかった、おいぼれじじいさんから、<laughs> お井ぼれじじいさんから来てますけど、ラジオイ様、えー、昨年の5月ぐらいから配帳させていただいております。おやさんのロスカレロスカットをしない投資本に引かれ、すぐに GM をクリック証券に説ゲーム感覚の FX スピード注文から始まり CFD、各種取引に挑戦。昨年は40万弱の利益確定ができました。 しかしながら、<laughs> 本日の相場天気予報で、これ昨日いただいたメールなんですが、天然ガスの話題でクレームがないと聞き、初めてのメール送信となりました。あの、僕はこのクレームがないって言ったのは、毎回天然ガスを扱うたびに、えー、上がらないでガス、まだ下がってるでガス、でガスでガスっていう風に言って、えー、そういう、なんとかでガスっていう、 ことを、ダジャレじゃないけど、ウェジゲルじゃないけど、言ってて、これに対してあまり皆さん怒るメールとかコメントがない、ないですねっていう話だったんですけどね。で、えー、ただ、ね、下げてるから、ちょっと僕も心配してましたが、えー、掴んでる人がいるかもしれない、と思ったら、この、えー、おいぼりじじいさん。 おいぼれじじいさんって、もうちょっといいあのペンネーム考えてくださいよ。ねえ、えー、おいぼれじじいさでおい、おい置いてもダンディーさんとかね。置 <laughs> いてもダンディさんとかね。まあ、見えないからさ。<laughs> 見えないねええー、本当にだけど、ね置いていくってことほど辛いことはないよね。本当に。 もう、どんどんいろんなところが汚くなっていくわけだから、辛いことはないですけどね。で、現在天然ガスで58万ほど含み依存が出ております。もちろん自己責任なのですが、親父さんの影響は大です。もちろん自己責任なんだけどね。親父の影響も大きいぞ。自己責任なんだけど。親父の影響も大きいぞ。 っていうことは、これはやっぱり僕のせいだっていうことを言いたい、<laughs> おっしゃりたい <laughs> わけでしょう。最近、空売り銘柄の推奨が多いように思いますが、ベテランのユーザーばかりにはないので、空売り怖いようのフレーズの際に、TOB、MBO m,、B m, o m B o、のことも、っていう MOB かなのことも付け加えてはいかがでしょうか。MBO、あ、どっちだっけ <laughs> 付け加えてください。ということで言われてますけど。 老婆心ながら老婆じじより、じいさんが老婆の心で、おじいさんだけど老婆の心であの言っていただいたということで、ありがとうございました。で今日ね、この老婆じじいさんからさらに追加のメールが来ていて、で、僕、この、えー、天然ガスでね、損している人がいるっていう話になった時に、ちょっとロットが多すぎるんじゃないですかねって言ったんですよね。 したら、この、えー、おいぼれじいじいさん、じいじいさんがちょっとでも頑張りたい。あの、め、えー、この、何ペンネームが悪すぎて、こう、こう、おいぼれじじいさんとか言うのが、いえー、呼ぶのがはばかられるんですが、今日もメールが来ておりまして、今ちょっと探してるんですけど、どこだったかなおいぼれじいじいさんからメール来てます。で、え、確かに、えー、 そう、確かに多すぎたということで、確かにロット数が多すぎたっていうことで、あれ同じ人ですよねこれ多分ね。来てるえ。ちょっとやっぱりロットが多すぎたんだっていうことでね。ってね、ますね。多分同じ方だと思うんですけどね。今度は違う、あの、ペンネームで来てるから。そうだね。 最初、うん、天然ガスを始めたら、ロスカットにあって、それで、さらにリベンジを図るべく、買って入ったんだけど、上がらねえっていうことでね。で、その他の方々も、天然ガスに関しては、なんか言え、という、あのー、リクエスト来てるんで、えー、今日天然ガスちょっと見てみましょうかね。天然ガス、天然ガス、だら、ただらだらだらららららら。で、あとは天然ガスに関しては、これは、えー、制裁 えー、ロ国に対する制裁の影響があるのではないか。えー、下げてんじゃねえか。ぜんえー、わざと。それによって、えー、ロ国に制裁を加えるような動きもあるんじゃないかっていう話も来てました。かもしれない。さらにこれ2ドルに接近していて、この今のチャート系だともっと下げそうな勢いのチャートに見えています。 どんどん下げてきていて、ここまで下げたところで、まだ RSI に余裕があるから、そうなると下げていく可能性があるんだよね。だもっと下げるかもしれないから、今、天然ガスやってる方はテクニカル的に、テクニカルだけではこんなもの、天然ガスとかね、わからないですけど。だけど、テクニカル見た感じでは、もっと下げる可能性もあるので、注意してください。ロットを増やさない、だから、 えー、おいぼ爺じじいさんもね、え、おいさんも、ロット増やさないようにね、していただければと思います。ロットをね、小さくしておき、おいてとかあ、あるいはちょっと切るとかね、もういいんじゃないかなと思うんですけどね。あと今日もう一つメールをね、紹介したいと思いますけど、だから天然ガスやってる方、申し訳ないです。あの、結構ね、買いだ買いだとか、買えるんじゃないかって言ってましたから。だけど、ロスカットだとか、 えー、ロットを減らすとか、から間を一生懸命開けて難品して長丁場で勝負するとか、とにかく全体のロット数を少なめに、それからロスカットレートをね、ちゃんといつもチェックしておかないとカットされちゃうから、気をつけながらやってください。あとまあでもこういうのに挑戦した人は CFD 講座開いてみるのもいいと思いますけど、怖いからね、安易にやらないでくださいね。 今日は28分今なってんだけど、初めてメールさせていただきます。やっぱりメールたくさんもらってるんでね、あんまり紹介できないのもね、残念だから、ピロちゃんさんから、ラジオアイ様、いつも楽しく拝見させていただいております。私は個別株投資歴9ヶ月、バリバリの大阪のおばちゃんやで、今年、えー、あ、今年、えー、63歳。 女性がお年大丈夫ですか <laughs> ピアノと歌を教えている先生。上昇銘柄のやり方ややり方を教えていただき、現在なんとかプラスを出せるようになってきたんですが、動画の存在を知る前に購入した2670、難品繰り返し損切りできないで悩んでいます。えー、今、7270円、2670ABC マート。えー、ちょっと見てみましょうかね。 えー、267ABC マット。チャートはこちら。ですが、これがいくら ?2000、えー、7270円で買ってる。7270円ってこんなところかなこの辺で買っている。ということで今結構下げているんだが、これはどうでしょうかっていうことですね。800株も買ってんの 七百五十六万円。結構な損失が出ている感じですかね。えー、だから、これどうですかってことですけど。ABC マートは、チャート悪くないんですよ。これ、200MA 上がってて、で、調子いい感じだから。だから買われたんじゃないでしょうかね。で、一旦崩れてきていて、6500円ぐらいがサポートで、200MA が上がってきていて、チャートは悪くないんだけど、こうやって一回上がったものが崩れると、 さらなる下落もね、ありえるんだけど、前のところ見たらわかるように、200MA のあたりで下げて75、グリーンのラインとか下げ、これを割り込んだ後で戻してるんだよね。今もここで一回戻して、また下げてますけど、これは割と下げ止まりの形のチャートでもあり、6500円ぐらいのところをサポートに、えー、下げ止まる可能性ですけどね。絶対ではないけど、可能性が、 えー、あるチャートなので、まあ、保有でいいんではないかなと思うんでね。800株ちょっと大きすぎたし、ね、えー、どれぐらいの幅でね、難品されたかわからないけど、難品の幅が狭かったかもしれませんね。数ヶ月使用付けも可能です。決して恨んだりしません。よろしくお願いします。ということで、えー、ピロちゃんさんからね、いただきました。ちょっと絵文字がね、あの、正しく表示されてるかどうかわからないんですけどね。 えー、僕はこれね、PC で撮ってるからね。ピロちゃんさんからいただきましたけど。だからチャートを見る限りはね、そんなに悪いチャートではない。ですよね。6500円ぐらいでサポートになって、この後上がっていく可能性もあるチャートだと思いますから。まあ、もう少し持っててみていいんじゃないかな。で、RSI が高くなってきたら、そこは一回ピークっぽいとこだから、そこで一回理確考えるみたいなね。 で RSI 見ながらね、投資してほしいなと思うんだよね。と RSI が高いところはやっぱり割高だし、値段ではわからないんだよね。ここなんかは値段はそんなに高くないけど、RSI が高いから下がるでえってチャートは言ってるわけよ。で、落ちてきたところはここは割と割安で、今は伸びてきてるんだけど、で、この後また RSI が高くなると、そこは一回ね、ピークになる可能性があるから。RSI の波を見ながら。で、RSI がね、上に来て、さらにもう一回75のあたりで、 こう上に、へばりついて、75あたりにへばりつくような形になりますと、さらなる上昇もあり得るし、この銘柄は、調整したところ、前回は、この2 2 75円銘から、までね、調整した後で、えー、25%上がってるから、で、今ね、75円銘柄ちょっと下がってますけど、こっからあと、あこの後からね、こっから25%上がれば、えー、このあたり、7800円だって、 もしかしたらいけるかもしれないっていうチャートでもあるので、わかりませんけどね。でも、前回と同じぐらい上がれば、まあ、その前にね、やっぱり何、7500円とかの上限、この辺が上限になるかもしれないけど、今、調整していて、十分、まあ、反発の可能性はある銘柄だと思いますけどね。ただ、これはチャート的にそうだっていうだけで、本当になるかどうかわからないから、えー、チャートだけで判断できるわけじゃないので、267、えー、ね。 絶対とは言えませんけど、利回り2.53%で、PR が23ってことで、やや割高感のある銘柄ですが、割高感がある銘柄っていうのはそれだけ強いっていことでもあるので、割といい感じで上がっていけるかもしれない。今は調整ですけど、そろそろ調整終わって、反発に転じるかもしれないっていうチャートだから、RS、SI、サイトを見ながら投資していただければどうでしょうかね。と思いますちょっと長くなっちゃったんですけど、ピロちゃんさんのメールも紹介させていただきました。 とということで今朝寒かったですよね、すっごい寒くて、えー、寒くて目が覚めて、ただうちの地方、今日マイナス7度ぐらいまで行ったんだよね、<laughs> 勘弁してくれよっていうね、えー、そんな感じで、どりで朝寒いと思って、で暖房入れっぱなしで寝てるのに、朝寒くて目が覚めて、そんな今日はね、朝でしたけどね、でまた二度寝しちゃって、今日はなんかちょっと遅めに。 えー、ちょっと寝坊しちゃったんだよね。で光目覚ましがついて、おなんか目覚ましいぞと思ったらね、光目覚ましで起きたっていうね。<laughs> そんな感じでしたけど、えー。ということで、今日ゆるとで、ミニ。ミニと言いながらも35分もやってるんだけどね、今日明日休みだから、あ、明日休みいますんでね、ちょっと長めにやりましたけど、2通メール紹介させていただきましたけどね、えー。ということで、 で、そろそろね、夜トレ、まあどうしようかな、夜トレもうちょっと長めでもいいのかなと思ってるんですけど、で、えー、ゲストにねで、ゲストの方に出てもらったりとかね、で今、まあ、あのー、出たいっていう人もね、ちょくちょく、あのそういうご希望いただいている方もいらっしゃいますので、何か PR したいとか、何かね、えー、話したいことがあるとか、あるいは単純にラジオエイジと喋ってみたいとか、なんかそういうような、えー、ご要望ありましたねぜひ。 えー、メールください。そして、えー、ラジオアジの夜トレに出てみませんか。そんなこともお伝えしつつ、35分やりましたが、夜トレ今日はここまでです。えー、今日のシグナルはね、こんな感じでしたから、ね、確認していただいて、売買のヒントにしてください。明日はお休みですからね、ちょっとゆっくりしましょうよ。 で、また、明後日やって、土日休んで、もう2月も終わり。ね、2月は、もう見合いで終わりましたね。<laughs> まあでも、そのうちまたいい相場も来るでしょう。この後下がれば買えるから、楽しみにしていきましょう。ラジオネジーでした。また、金曜日。